はいどうも、霊夢だよーん。はいどうも、マリサだぜー。今回は絶球トーナメントをやってくよ。これはサクサク進めてオーブをもらいたいところだな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まあご覧の通り、ほぼ今回の敵は運極にしてるから、すぐ終わっちゃうと思うけどな。じゃあ早速試合開始ボタンを押していくわね。いきなりシュリンガーラがやる気出してるわね。まあ仕方ないんだぜ。久しぶりだし、強キャラですぐ終わらせるんだぜ。ダルタニャンとソロモンがどれだけ壊してるか気になるわね。ああ、なんか友情ですぐ終わっちゃう気がするんだぜ。そういえば前回も、運極のはずのラウドラが初戦からぶつかってきたわね。ああ、確かにな。久しぶりだからこいつらも構ってほしいのかもな。そうね、でもやっぱりキャラが強くなりすぎて、ここまでパーフェクトね。ああ、もう数年前のクエストだから仕方ないよな。まあこうやって久しぶりにやることで、キャラの成長が確認できるのはいいわよね。そうだな。ここからは早送りで、サクサク進めていくんだぜ。本当に友情で敵がどんどん溶けてくわ。だな。おかげでノンストレスだし、負ける気配もないから。安心して見てられるんだぜ。ブロックに隠れてるはずのボスも倒しちゃってるじゃない。そうだな。ここ数年でいかに環境が変わったかがわかるな。あっという間にラスゲね。ああ、安定してクリアできそうだな。実装当時のこのステージの難しさを味わいたい人は、歴戦の跡地をやることをおすすめするんだぜ。そういえばマリサは新しい歴戦の跡地は終わらせたの？まだ触ってもないぜ。時間がある時にやろうと思ってるぜ。実装当時を思い出しながらできる、楽しいクエなんだぜ。って言ってたらクリアしちゃったわね。次のボスも挑んでくるのかしら。できれば棄権してもらって、時短したいところだな。マーチか、ちょっとやだな。棄権したわね。次はセレナーデか。やだな。ビビって逃げたわね。決勝はこの子か。あんまり覚えてないな。このメンツを見る限り、ソロモンが壊しちゃってそうね。この一枚絵はほんと綺麗だよな。主要キャラもちゃんと出て、よくできてるわよね。このステージは、敵の弱点を移動させながら、ベースから出てくる分身で攻撃するはずだったが、やはりソロモンの友情でダメージが入りすぎているな。レーザーもいっぱい出てるから、よく画面が見えないわー。本当はここも難しかったはずだが、友情ゲーになってるな。サクサク進むわね。ああ、もうボスが近そうだぜ。さあボスだ。全く危なげがないな。安定してるわね。毎月やるクエストが多いから、これくらいの難易度になると助かるんだぜ。やはりオーブがもらえるクエストはみんなやっときたいもんな。
そうね、やらないと損した気分になるから、私は必ずやってるわ。えらいぞ霊夢。そのオーブでいいキャラ引けるといいな。さて、これで今月の絶叫は終わりだぜ。コラボも来てるから、みんなも早く終わらせてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。